1989年、福岡市天神にオープンした商業施設、イムズ。八角形の外観には、金色に輝く有田焼のタイル。地下2階から地上8階までのおよそ40メートルもの吹き抜けは、まさにイムズの象徴です。情報発信基地をうたうその館内には、ファッションや飲食店などの店舗が並ぶほか、力を入れたのがイベントスペースや学びの場。福岡市の再開発事業天神ビッグバンに伴う建て替えのため、32年の歴史に幕を下ろします。最終日の今日、訪れた人にイムズの思い出を尋ねました。4階のペットショップ、動物飼えないので、ここで動物見るっていうことで癒されるっていうか、元気をもらったので今日また行ってきましたけど、ここ曲がってエスカレーターですね、あれ珍しくてあれ乗り来たんですよ。福岡で日本で30級ぐらいかな。初めてデートした時に待ち合わせたのがここだったので、ね、写真に、はい、携帯もないし待たせちゃったんです、2時間ぐらいで待っててくれて。イムズは皆さんの思い出の1ページに刻まれていました。天神地下街からイムズに直結するちょうどこの辺りから甘くて美味しそうな香りがしてきます。開店前から皆さんが待っています。お目当てはこちらのマフィンです。マフィン専門店ミセス・エリザベス・マフィンはイムズの創業当初から32年間続く店の一つです。店内のキッチンで作られている出来たてのマフィン、旬の素材を使ったレシピはおよそ100種類に上ります。イムズの手土産の定番として親しまれてきました。家族とかが出張できた時お土産で買ってきてくれてて、今はもう福岡にいるのでたまに買ってたんですけど、最後なのでもう一回食べたいなと思って。ミセス・エリザベス・マフィンはイムズ閉館後の移転について現在検討中だということです。イムズらしさが詰まった店舗がこちらにも。正面玄関から入ってすぐのこちらのエントランスにもイムズが発信したスタイルがあるんです。こちらも開店当時からある青果店です。日比谷花壇スタイル。それまで青果店はビルの奥や地下スペースにあるのが一般的でした。しかしイムズでは新しいことに挑戦しようという思いから、日本で初めて商業施設の1階に青果店を配置したのです。例えば秋物のお洋服とか春物とか季節のものを買いに商業施設に来られたら、その季節をお花でも感じていただける、入ったらすぐ感じれるので、お花は楽しくお買い物する始まりのきっかけにはなるかなとは思いますけど、最終日もいつもと変わらずお花のある生活をお客様にお届けしたいなと思っております。最終日となった今日は朝から花を買い求める人の姿がありました。イムズの方でお世話になった方がいらっしゃいますので、そちらに最後の日なんでちょっと贈り物としてお礼の気持ちを込めてお花をプレゼントしたいなと思ってます。お世話になりました。はい、いろんな方に贈るのにですね、入ってきてすぐのところですごく華やかで渡したくなるなというところだったので。カルチャーや情報発信の場という側面もイムズを語る上で欠かせません。このビルの外観も含めて文化をやっぱり発信されてたここなんで、ちょっと本当になくなるのは残念ですね。8階にある三菱地所アルティアン。天神の地で32年間アートを発信し続けたギャラリーです。開館以来、時代の新しい表現を紹介する場所としてアーティストを発掘・紹介し、多くの人に愛されました。最後の展覧会には
かつてこの場所に展示をした作家7人が参加。造形、絵画、詩など多彩なジャンルがイムズの歩みを象徴しています。イムズ自体がすごくアートを発信している場所で、その中でここギャラリーを32年間いろんな展覧会をしてきて、なんか本当にここからアートが発信できて良かったなと思っています。またイムズの思い出を尋ねる中でよく聞かれた声が、4カ月後に車のあれが一番で、必ず天神に来たらあそこに寄ってました。開業当時にオープンした自動車のショールーム、場所はなんと4階でした。当時ビルの中に車と話題を集めたそうです。いや、車をどうやって開けたの、インパクトありましたもんね。2006年、深夜の作業の様子をテレキューのカメラが捉えていました。イムズ4階に設置されたクレーンで車を吊り上げてビルの外側から搬入していたんです。あのショールームにはこうした舞台裏があったんですね。日産のほか、後にトヨタや三菱、スバルなども最新モデルを並べていました。天神で気軽に実際の自動車に触れられると足を運ぶ人も多く、亡くなる2013年まで情報発信の場となっていました。イムズの小場館長、記憶に残るエンディングをとスタッフとともに最後までイムズらしさを発信し続けてきたといいます。やはり天神はお買い物の街というイメージが強いんですけれども、イムズはそれに加えてですね、例えばアートを見たり、お芝居を見たり、音楽を聴いたりと、やっぱりそういうその都市文化を楽しむ体験をしていただくですね、きっかけになるような場所だったのかなと。でイムズは終わってしまいますけど、この天神の街がいい形でこう変わっていく中でですね、またイムズの後のまた次のビルというのも非常にこう楽しみにしていただければいいのかなというふうに思ってますので、天神の街全体にですね、このイムズがお客様と交流してきた32年間というそのイズムがですね、つながっていくといいなという思いでおります。32年間のご愛顧、本当にありがとうございました。福岡市天神の商業施設イムズが32年の歴史に幕を下ろしました。いや、やっぱ寂しいです。もう一番寂しいだけですね。毎週来てたからですね。イムズがクローズするということで、なんとかこの時間に天神にいたので来ました。もうイムズホールでいろんな方たちの演奏を聞いた思い出があります。